皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、私服姿となった、こちらの超能力者な少女のフィギュアです。スパイファミリー、メンドロイド、アーニャ・フォージャー、私服バージョン。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。他者の心を読める超能力者であるアーニャが今度は私服姿でメンドロイドになりました。こんなのもあるんだ。こんにちは、ピュアリーです。あのスパイファミリーにアーニャ・フォージャーという少女が出てくるんですけど、フォージャー家の長女であり人の心を読むことができる超能力を持っています。ある組織の実験で被験体として生み出され、勉強ばっかりの生活に嫌気がさして逃亡しています。任務で孤児院に訪れたロイドの幼女となり、ヨルさんを含め秘密を抱えた疑似家族となります。他人の思考を見聞きできるテレパシー能力を持ち、その能力は動物にも有効となっています。過去に心を読む能力を多用して周囲から気味悪がられたことがトラウマとなっており、超能力者だと知られることを恐れています。推定 4,5 歳なのに6歳とごまかしているためか、不器用で言葉遣いも変でアホの子なんですよ。留学時のいざこざが原因で同級生からも変人扱いされ、ベッキー以外には友達がいない模様です。ロイドやヨルさんの役に立ちたいという思いが芽生えてきて、必死に勉強に取り組むなどだいぶ改善が見られてきました。作中で様々な顔芸を披露していて、コロコロと変わる表情を見せてくれます。そんなアーニャが今度私服姿でネンドロイドになるみたいなんですよ。プライベートな私服姿のアーニャとの日常生活を楽しめそうです。賑やかになってきたな。約100ミリのサイズに私服姿のアーニャの可愛さや魅力が詰め込まれていますよ。私服姿なので家の中やお出かけ時のプライベートな雰囲気が演出されています。アーニャと共に過ごす日常が味わえると思います。お楽しみはこれからだ。交換用表情パーツには笑顔、企み顔の2種類が用意されています。表情を交換することにより同じポージングでも受ける印象も変わってくるのではないでしょうか。可愛らしいアーニャはもちろん、悪い顔をしたアーニャも見れますね。いろいろあるんだね。オプションパーツにはピーナッツ袋が付属します。付属パーツを組み合わせることで劇中のいろいろなシーンを再現して楽しむことができちゃいます。ピーナッツ袋を用いることでアーニャピーナッツが好きなシーンを再現することが可能です。ファンサービスだ。通常版や冬服バージョンのアーニャのネンドロイドを組み合わせればより再現できるシーンの幅が広がります。登場パーツにオプションパーツとも交換することでいろいろなシチュエーションを演出することができます。さらにあなたの理想のアーニャを演出でき、よりアーニャが可愛く見えてくると思います。君もおファンになったかな。赤別売りのロイドやヨルさん、ボンドたちのネンドロイドと組み合わせればフォージャー家の日常を再現できますよ。劇中シーンを再現しているとあなたもフォージャー家の一員となった気分を味わえそうです。アーニャの様々なシーンを再現したりしてお楽しみください。しんどい、星が頻繁に供給くれるのとあたいしんどい。こちらのネンドロイドは2025年5月に発売です。そしてお値段は6030円です。このネンドロイドをお迎えしたらアーニャのいろいろなシーンを再現して SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。